トラミ駅は、千葉県長生郡一宮町あずまなみにある、東日本旅客鉄道外房線の駅である。上佐一宮駅から東駅までは単線区間、東駅から長者町駅までは複線区間となる。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。ホームはかさ上げされていない。互いのホームは、古線橋で連絡している。茂原駅管理の無人駅で、駅員がたまに、 上ズ一宮駅等から出張してくる。簡易イカ改札機、乗車駅証明書発行機が設置されている。かつて駅舎は貨車を改造した、古ぼけたものであったが、2007年に改築された。下り線ホームの安房鴨川寄りには、マムシ注意の看板もある。2010年2月10日より、外房線、PRC 型自動放送が導入された。 2006年度の1日平均乗車人員は81人である。千葉県統計年間によると近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り。道帝公駅前には住宅が点在し国道128号を超えると田園地帯が広がる。駅出入口の反対側は市の宮カントリークラブがあり千葉県立九十九里自然公園の区域となる。 釣りが先海岸など近隣の海岸にいくつかあるサーフィンのポイントでは世界大会も行われている。千葉県道30号飯岡一宮線沿いにはサーフショップやカフェが点在する。出店、ありがとうございます。